はい、ゆっきーです。今回はですね、タバコ喫煙動画。今回は、こちら、久々に吸ってまいります。ホープメンソール。ね、これが、タールが8ミリのニコチンが 0.6 ミリとなっております。これは JT ですね。はい。日本産の。そして値段がこちら230円。これ10本入りなんでね。230円なんです。これも結構あれだよね。息が長いよね。息が長いシリーズというか。まあ、まあ人気があるのではないでしょうか。根強い人気がね。こちらですね、普通のタバコとは違って、サイズが結構異なります。まあ、こちらキングサイズなのかな？わからん。一般的なタバコがキングサイズなのに対して、こちらちょっと短いんですけど、その分なぜか太いんですね。多分、日本国内のタバコでは一番太いんではないでしょうか。太巻き。まあ、太いんですよ、これ。若干。若干太いんです。実際持ってみるとわかります。あ、太いな。で、葉がね、ぎっしり詰まってるんですけど、ただ、ここのフィルターの部分がなんか短いような気がするっていう。まあ、10本入れ230円なんでね、吸ったことない方はね、吸ってみてはいかがでしょうか。まあ、お試し価格にはちょうどいい。それでは吸っていきましょう。まあ、俺いつも吸うときはね、換気扇を入れないと。キッチンの換気扇を入れて吸っております。うん。メンソール感が非常に弱い。多分弱い気がする。気のせいか。あ、そうでもないですね。まあ、普通ぐらいですか。五つ星中、三つ星ぐらいですね。前回吸いました、マルボロのメンソールライト。8ミリ。と同じぐらいの、まあ、普通ぐらいのメンソール感。別に強くはないんですよね。うん、美味しいです。ホープの特徴である、短く太い巻き、吸い応えや、遠慮感、煙の量の感じのある、きつみを継承しながら強いメンソール感を実現した、タール8ミリのメンソール製品。全長77センチ、70ミリ。と、短いサイズのメンソール製品としては日本初。うん。一般的なタバコのサイズって、キングサイズっていう、サイズ。キングサイズっていうのがあって、キングサイズっていうのが一般的な、タバコのね、サイズなんですよ。ウィキペディアみたいなとこに書いてありました。キングサイズが85ミリとなっております。はい。ちなみにスーパーキングサイズっていうのもあって、10ミリ以上となってるらしいです。
日本ではキングサイズが主流であると。はいはいはい。で、ちなみにこれがレギュラーサイズとなってて70ミリ。で、さらに、その間としては、ロングサイズっていうのが80ミリとなってます。おそらくスーパーキングサイズに、該当するのが、一般的な 100S のね、あれ 100S っていうのはあれ100ミリの、意味なんで、100S サイズ。まあ、まあ、なんでもあります。セブンスターのね、セブンスターあったっけ？セブンスター 100S なんねえのか。ね、マルボロのね、100S、100S ボックスとかありますけど。あれがいわゆるスーパーキングサイズ。呼ばれる100ミリ。まあ、いわゆる10センチ。これが7センチですから、3センチも短いというね。ただその代わりですね、巻きが、この円周っていうか直径がでかいんですよね。これの特徴として。まあ、そのおかげでちょっと煙の量が多いような気もしないでもないっていう。わかりません。でも8ミリのタバコにしてはあれだな。まあ、そのおかげで煙の量が多くなって、気質感が増すというね、メリットがあると。で、ちなみに、豆知識ですけれど、100S サイズ、まあ、マールボロのね、メンソールとかでもね、100S、まあ、スーパーキングサイズの10センチのやつがありますけど、実はあれ、キングサイズの、タバコと、スーパーキングサイズで、1.5 センチ違うんですけれども、中身のね、葉っぱの量は一緒というね。うん。一緒なんです。うん。スーパーキングサイズのロングサイズの、まあ、スーパーキングサイズのやつはですね、まあ、タバコは簡単に言うとスカスカに詰まってるということですね。まあ、それなので燃焼速度も、その分早いんですね。まあ、早いけれども結局長いんで、まあ、まあ、50歩、100歩といったところでしょうかね。はい。うん。これは普通にうまいですね。うん。これ普通にうまいんで。四つ星。ご視聴ありがとうございました。